今回は鶏肉とナスの味噌炒めの作り方を紹介します。甜麺醤を使い簡単に本格中華の味わいに仕上がります。それでは作っていきましょう。まずは鶏もも肉の軟骨や脂肪、筋などを取り除きます。真ん中に軟骨の塊があるので包丁の刃先を使って切り離します。鶏肉を裏返して皮の内側についた脂肪を取り除きます。筋も大体でいいので取っておくといいです。厚みがあるところを包丁で開いて均等な厚さにします。細かい筋には包丁で切り込みを入れておきます。真ん中から鶏肉を半分に切り、一口大の食べやすい大きさにカットします。1枚の鶏肉をだいたい12から14切れにカットするとちょうどいいと思います。それで鶏肉が切れました。鶏肉に重曹と酒を少々入れて臭み抜きをしておきます。軽く揉み込み10分くらい寝かせます。鶏肉に下味と衣をつけます。醤油大さじ1を入れよく揉み込みます。水溶き片栗粉大さじ3くらい入れます。鶏肉に含ませるようにして揉み込みます。小麦粉大さじ2から3をまぶしていきます。これで鶏肉の準備ができました。ナスとピーマンをカットします。ナスは半分にカットしてから縦にしてそれを10等分にします。ピーマンは半分を斜めに3、4等分にします。材料は鶏もも肉1枚、ピーマン2個、ナス2個、生姜角切りスライス 3g です。鍋に油を入れ170度くらいに温めます。鶏肉を揚げていきます。鶏肉を入れたら底につかないで軽く浮いてくるぐらいがちょうどいい温度です。鶏肉を全部入れたら表面の衣が固まるまで箸などで触らずに放置します。大体ここから3分くらいかけて揚げていきます。
揚げの表面が固まってきたら、つかないように混ぜていきます。3分くらいして鶏肉が揚がってきたら、軽くすくい上げて空気に触れさせます。このくらいの色になっているのがベストです。もう一度油に戻してから軽く揚げて表面をカリッとさせます。ナスを揚げていきます。ナスは30秒くらい揚げます。30秒したらピーマンを入れ、10秒揚げます。そうしたら全部引き上げます。鍋に大さじ1の揚げ油を戻し、生姜を炒めていきます。生姜のいい香りがしてきたら、豆板醤を小さじ1入れ、油で溶くようにして炒めます。甜麺醤を大さじ4くらい入れ、甜麺醤がなかったら普通の味噌で代用しても OK です。砂糖を小さじ1入れます。紹興酒または酒を大さじ1入れます。醤油を大さじ1入れます。中火で温めながら軽く混ぜ合わせ、鶏ガラスープまたは素を溶いたものを80cc 入れます。一度しっかり沸かしたら、水溶き片栗粉大さじ1を入れ、とろみをつけます。そこに揚げた材料を全部入れ、絡めていきます。香り付けにごま油を少量回し入れます。皿に盛り付けます。これで鶏肉とナスの味噌炒めの完成です。甜麺醤を使うだけで簡単に本格中華の味わいになりますので、よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。